もらいます、はい、さあ続きまして続きまして、はい、10月6日月曜日ですね、吉田義政先生のマスタークラスが本館にて行われました。来ましたよ、はい、そして義政先生は、日本ギター音楽学校ですね、はい、こちらの、福岡のね、国際ニブリケース学院の前身となった学校ですが、こちらを卒業されて、はい、そしてドイツに渡って大活躍をして、うん、現在は、はい、カイザースベルトという、ね、音楽学校で、教えてらっしゃる方ですけども、大体2000年ぐらいからですね、こちらの方の全日本ギターコンクールの合奏部門を審査をしていただいているんですよね、はい、毎回この的確なアドバイスというか審査講義の時には非常に話題になる、はい、ね、素晴らしい先生ですが、なんとマスタークラス、はい、この吉田先生にレッスンを受けることができたんですね。貴重、いやそうなんですよ、しかもね、はい、台風の次の日よこれそうか、そうですよね、そうなんですよこれ実は、そうだ、台風午前中来ちゃったみたいなね、で朝一番荒れてた時ですね、はい、そうなんですよ、その後か、その後ですよ、すごいな、すごいでしょ、2時からすごいです、だからまあ受講生もねちょっとまあ来れなかった人もいらったんですけども、吉田先生も都内からですよ、うん、こちらの方に駆けつけていただいて、 そうですね、すごい暑いね、暑い、それはそれは暑い、マスタークラスになりました。受けていたのは主に国際ニブリケース学院の学生たち、うん、なんかすごいのはねやっぱね、僕らその前に支援会があったんですよ、はいね、支援会っていうのはその定期演奏会に出るためのまあ練習の、はい、会なんですけども、そこで先生方は一回その演奏を見てるわけですね、うん、それでね吉田先生のレッスンを受けてる最中のこの変化というかね、ああビフォーアフター、おこんなになっちゃうんだみたいな、すごいな、すごいんです、よほど新鮮だったんでしょうかもしれない ね、ということで、このマスタークラスが終え、マスタークラスを終えた吉田先生に私、はい、実は電撃取材をしてまいりましたので、そちらの方ですねぜひ見ていただきたいと思います、はい、それではいきましょう、以上 VTRどうぞ、はい、ということで、やってまいりました、突然ですがゲストのコーナー、今日はですねなんと、先日全日本ギターコンクールが、合奏部門学校の部で、審査をしていただき、そして本日、国際ニボリ芸術学院にてマスタークラスを開いていただきました吉田義政先生に来ていただきます。ありがとうございます。今マスタークラスが終わったところなんですよね、はい、はい、いかがでしたでしょうか。すごい、毎年ね、ここで学生の皆さんレッスンさせてもらってるんですけど、はい、毎回レベル上がって、あ、そうですか、すごい、で同じ人が連続して受けるってこともありましてね、でその1年間2年間の進歩の度合いが感じられて、もうやってて本当にねもう楽しいです。あ、そうですか、よかったです。僕は実は受講はしないんですが、うん、聴講をさせていただいてまして、はい、なんていうかこの吉田先生がこう音楽的なこう表現をその受講者に教えることで、うん、その受講者の音がこう変わっていくのが、うん、こう分かるんですよね、うん、だからそれがこう聞いて見ていても、うん、あ、すごいなっていうふうに、ん、感じました。僕もそれですごいなって感じました。というのはね、だから、はい、受講生の学生の皆さんの、はい、そのなんていうか反応の速さ、これがやっぱりねすごい早くて、それで素直だから、すぐね言ったこと通りにそうこんなもんかなってやってみてくれるでしょ、そうするとやっぱりそうするとそういう音出るもんでね、うん、それがまあなんていうんですか、あんまり素直じゃない生徒さんもたまにいて、こうしてみるとどうですかって、こうですかって全然違うことをやっちゃったりとかね、それじゃうまくいかないですけど、やっぱりここの学生の皆さん素晴らしいです、そういう意味で、あ、そうですか、はい、うん、どちらかというとこう見ていて感じたのは、うん、やっぱりギターで独奏って言うとやっぱりこう一人で弾くっていうやっぱりどうしてもイメージがあると思うんですけど、はい、まあ、もちろん一人では演奏はするんでしょうけど、なんでしょう、やっぱりこう音楽的には一種のやっぱりオーケストラというか、そのフレーズによって例えば違う楽器が弾いているかのようなやはりイメージであったりとか、うん、なんかそのあたりがすごくこう見ていて、あ、すごいなっていうふうに感じたんですけどもね、うん、というかそれはね、はい、ギターが持ってる良さなんですよね、はい、ギターならではのね、他の楽器じゃ絶対できないですからね、今日もやったようにあるフレーズがこの辺のね、ブリッジ寄りでちょっと硬めに弾くとか、次のフレーズはこのところでこうで弾く、しかもそれに例えば左手でビブラートつけたりとか、ね、ちょっと右手のタッチをこう角度変えて爪の弦に対する角度ですね変えただけでもういろんな音色でしょ、でそういうことですよね、それが曲に合ってると
すごくいいなって、そういう音楽になりますからね。でそういうのがあの学生さんたちすぐできるんで、僕はやっててとっても楽しかったです。いや素晴らしいですね。受講されてた方々はみるみる、表現も音も変わっていきましたんで、これは来年絶対みんな受けた方がいいんじゃないか、これは来年も受けたくなる、そういうふうに思いましたけどもね、はい、先日はあの、はい、合奏部門の、はい、学校の部を、はい、あの審査をしていただきまして、はい、コンクールですね、はい、コンクールの方ありがとうございました、はい、そちらの方はどうでしたでしょうか、はい、コンクールはね、もう僕も2001年か2001年から出させていただいてるんですよね、だから今年で13年14年目なんですけど、あの前はね、あの上手い団体とまだそのキャリアもあまりない団体の差っていうのが結構あったんですね。で今回はね、その最低限のレベルっていうのかな、それがね非常にガーンと上がって、もうあの平均点がめちゃくちゃ高くなりましたね、まあ、こうやってや審査してるとね、毎年レベル上がっていくのが分かって、うん、で毎回ね審査公表でこんなレベルの高いのは初めてですって、いつも言ってです、今年も言わせていただきましたと、はい、いうのはもう毎年やっぱりレベルはどんどん上がっていってる、はい、ということになるんですよ、はい、なります、うん、やっぱりあのそういったこう音楽的な表現という面でもレベルはこう上がって、うん、もう表現、昔はね例えばあの体を動かしましょう、あのクレッシェンドしたらタカタカタンってやりましょうとかね、こっちに揺れてこっちに揺れて、そういうのをやってるのがちょっとまだ様になってないっていうか、その音楽の流れにね、そうこう逆らっちゃって不自然だったとかね、まあそんなぎこちないようなとこあったんですよ。あのそれがね、あの皆さんね、それがものすごい得意になって、もうやりすぎやりすぎで、この間ちょっと言わせていたんですけど、あの ここまで体を動かせるようになったらね、そしたら、まあ、あとは音楽の表情ってもうすごくいろいろですから、それに合わせて自然さを求めてね、やっていけたら、そしたらこれだけレベル高いところですか、だからこそこういうことを言えるんですけどね、もちろんあの全然動かさないでこうやってテッ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 って、これじゃもう話にならない、だけどやっぱり音楽の流れにこう乗ってて、そこで自然さを伴わせていくって、もうその段階に来ましたね。これはもう世界的なレベルっていうことになっていくと思いますね。素晴らしいですね。そうです。じゃあ来年もまた楽しみということですよね。はい、はい、ものすごく楽しみですね。素晴らしいですね。吉田先生は、はい、普段はドイツ、はい、カイザースベルト音楽学校で、はい、あのギターの主任の先生をされてるということですが、はい、やはりこういったレッスンをこうされてる、個人レッスンとグループレッスンが結構多いんですね。で合奏も多少あるんですけども、あのやはり独奏重奏が多いですね、基本的に。それでまあ僕がドイツのデュッセルドルフっていうところに住んでるんですけども、そこにねカイザースベルトっていうね、あのラインのすぐそばのすごく素敵な町があるんですね。古い町で昔ナイチンゲールもそこで働いてたっていうところなんです。そうですか。でそこにある音楽学校で、まあ、やらせていただいてるんですけど、まあ、あのレッスンしてましてね、やっぱりレッスンただ、はい、そこはフォルテで弾いてください、はい、ここはあの小さく、はい、今度は右手こっち、今度こっちねとかね、そういうレッスンではなくて、僕はやっぱりあのニーボリギターで学んで育ったものですから、歌って踊って指揮するんです。あ、なるほど、うん、立ち上がってね、立ち上がってレッスンさんの後ろにいて、変わらなくてほらこうだぞこうだぞってやらせます。そうするとね、生徒さんがね本当にね、なるほどって体の方がもう反応しちゃってね、すぐ乗っちゃうんですよ。で乗っちゃうとやっぱり指の方ってなんだかんだついてくるからね、そうしますとね、あの、まあ、自分で言うのも、まあ、こんな自慢みたいな聞こえたんですけど他のクラスとの差がすごく出ます。でこれはやっぱりね、あのただ理屈とかね、あの言葉っていうんじゃなくて体で実感させちゃおう。でそれが僕はもうここのニボリギターでですね、あの本当に徹底的に身についてると思うんですよね。でそれをそのまんま字でやってますから、だからまあうまくいってるんでしょうね。ほとんどドイツの方たちもこう受け入れられてるという形なんですね。あのマスタークラスの中でお話ありましたけども、だからあの阿佐ヶ谷の本院の方で、はい、第一合奏団の古い話ですよね19歳、はい、そうです、19歳、僕あの中学を卒業しまして、でそのまま当時日本ギター音楽学校ってありましてね、その6年コースっていうのがあったんですね。でそこに行くと専門家特別第1級免許をいただく、で、まあ、そこに入学しまして、で結局ね、あの6年コースじゃなくて、まあ、いろいろありまして、あの、まあ、4年コース卒業したんですね、はい、でその時の同期の皆さんが今あの全国日本のギターが引っ張ってます。もう各地でリーダーとしてね頑張ってらっしゃいます。あの一番あの僕の尊敬している新堀清美先生も同期です。ああそうでしたか、はい、あのまあ、そんな感じで楽しんでやってきたんですね、それで卒業したのがだからあの、まあ、18区ですね、でその頃もう教育実習として、阿佐ヶ谷の第一あの東京本院でレッスンさせていただきました。
大変に勉強になりましたね。で同時にあの大師匠相談の式もってことで、まあそういった時からまあなんていうんですかね、こう教えるの好きでしたし、それで本当にそれが今の自分の活動にね、とっても生きて役立ってくれますね。なるほどですね、はい、もうクラスを見ててもやっぱり歌ってね、そのこう歌が、うん、歌い方がこの奏者に乗り移って音を出すみたい な、うん、なんかそういうのがこうすごくこう手に取るように分かって、本当に見ていてもあの楽しい、あ、そうですか、あのクラスでした。ありがとうございます、はい、あの今日はどうもありがとうございました。ぜひあの今度また演奏の場にでもまたお邪魔したいと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、吉田義政先生でした。どうもありがとうございました。いやー、貴重なお話がたくさん聞けた、ありがとうございます。ありがとうございます。これ実際あの映像の中にはマスタークラスの音は入ってませんでしたけど、はい、もうね、みるみる変わっていくのよ、みんなの音が。トムさんずっと見てたんですか。ずっと見てました、ね、3時間台風の台風の過ぎ去った、うん、あとね、3時間ずっと、うん、ました ね、 すごいためになりましたよ。だからね、あのレッスンも受けてほしいし、聴講なんかもね、すると非常にいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、では続きまして。